フォームはいいのにコントロールが悪い。打点が合わない。それはあなたに球感がないだけ。その正体は定位能力。テニスの定位能力の理論と実践。詳しくは概要欄で。はい、テニス選手赤です。今日もですね、ちょっと村戸グルーさんのところのですね、ちょっとお話と、それと、それ以外のですね、海外の方の、なんですかね、アカデミーのね、こう入る時のこう問題とかね、そういうのをちょっとお話したいと思うんですね。で、あるアメリカのね、こう有名な、アカデミー行って、で、実際ね、こう失敗してきたとか、で、まあ、村戸グルーさんのところも行ってもね、ちょっとなんか失敗した方いるよっていうふうな話を聞いたんですよね。で、まあ、実際のところ、まあ、いろいろこう調べてみて、思ったことがですね、ここに入れば強くなるんですね。で、クレームじゃないけど、文句でこう聞いたのが、何もしてくれなかった、教えてくれなかった、こういうことなんですよね。で、実際教えてくれなかったとかに、最低のことはやってる、くれてるはずなんだけど、それ以上多分望んでるんだろうなと思うんですよね。おそらくなんかプライベートに近いぐらいのなんかすごい手厚いなんか指導とかそういうのがあるんじゃないのかなというふうに多分思って入ってんじゃないですか。で、多くのその海外アカデミーにね、なんかこう行ってみようかなって考えるところの方の多くはね、一発逆転狙ってますよね。日本にいちゃ勝てないので、ここでちょっとなんとか一発逆転したいなみたいなね、そんな感じでこう行ってると。で、そこで教えてることに関してすごく期待をしていくということなんですね。まあ、確かに、なんですかね、そういうふうなこう、日本とは違うものがあるから行くんでしょうけど、まあ正直なところ、例えば、どこの、アカデミーもそうなんですけど、短期キャンプってのね、短期キャンプは誰でも入れるのね。で、そのアカデミーって学校と併設してる感じね。学校、そこの学校行きながら、こう、なんですかね、そこの、練習に参加するっていうのと、エリートってね、大体こう分かれてるんで、大体この形になってると思ってください。で、日本の子がいて、多くが、この失敗したのは、その、まあ、アカデミーに入ってね、アカデミーに入ったら、いい練習環境で、いけるんじゃないかと思ってるたと思うんだけども、そのアメリカの有名なところ行っても、その、またアカデミーっていうのはある程度こう勉強もできなきゃいけないから、レベルの高い子ばっかりとは限らなかったみたいよね。だから結局自分のうちの相手が、なんか日本でいるよりも、まあ、なんか下手なこといっぱい打たされたとかね、なんか環境が全然そうでもなかったとかいうふうなことがあって。で、それで結局帰ってきたとかって、こういうふうな形なんですよね。なので、してくれるとかね。で、何々してくれなかったとかでね。こういう状態が多いから。なので、自分で貪欲に求めていくかないと多分無理なんだろうなと思ったのでね。環境はいいから、街の姿勢じゃなくて、もっとこう自分からこうガツガツと、こうもっと教えてくれ、もっとこうしてくれっていうような形を言っていかないと厳しいんだろうけど、やっぱり語学の問題があるでしょ。いくら英語できると言っても、ネイティブじゃないから、例えば日本人でもね、同じ日本人でもなかなか意思の疎通難しいのに、それがましてやネイティブじゃない、英語で、ネイティブの人の英語でね、日本人のその英語で言ったところで、無理だと思うんだよね。で、まあ、コーチ側からしても、やっぱりこう、意思の疎通がなかったら、なかなかこう、教えにくいとかあるじゃない。手抜いてるわけじゃないんだよ。だから、そういう意味で、ただしさ、日本人どうしても、意思の疎通がないときは、なかなかこう、進まないのに、ましては外人になってくると、それはどうなのっていうことでしょう。なので、やっぱり、ただ、アカデミーなんか行っても、やっぱりその、完全な、環境っていうのが提供されるとは限れてないんですよね。その年にもよるか分からないじゃないですか。去年は良かったけど今年ダメだったって、どこの高校でもあるように。やっぱりそういうとこでもこう、まあ、実際こうあるわけですよね。だから、なんですかね、まあ、実際蓋を開けてみないと分からない場合もあるかも分からないけど、多く失敗してる人が、こう、過大な期待で教えてくれる、すべてやってくれると思ってるということなんですよね。で、海外アカデミーで成功の仕方とすれば、前も言ったんだけど、そのエリートコースに入る。で、エリートコースに入っただけじゃダメと思うんだよ。やっぱり、入ってる人っていうのは相当保護者も噛んで、貪欲にアタックしてってるから、だから、もう入れてさあ安心っていうところは多分失敗するだろうなって、いくらエリートに入ってもね。まあ、実際そういう人がエリート入るかどうかちょっとわかんないんだけど。なので、まあ、成功するかどうかというよりも、なんていうかね、うまくそういうところ、
活用しようっていう考えでないとダメと思うのね。だから短期キャンプでも、まあ短期キャンプで誰でも行けるんだけど、やっぱりまあ日本人が強いこと、結局打てること多いから、だからまあ、そこにいてね、やっぱりこう、いろんな技術のものを見るとか、で、私なんかよく短期キャンプ見ながらエリートのコースも見たりとかって、いろいろ、アカデミーの練習見たりとか、こういろいろしてたんだけど、その中でね、その、なんていうかな、この社会の構図というか、そういうのをこう、実感してね、で、自分はどうすればいいのかっていうのを、学んでいくきっかけとして、ね、やっていくんだったら、その、なんていうかね、短期キャンプも十分役に立つと思うのね。いろんな刺激はあると思うから。で、その短期キャンプの中でも、例えば、村戸宮さんって、コンペティションクラスかな、コースがな、あるんだけど、これは2週間からなんだけど、その間に、まあ、試合ね、実際に試合の、にも、参加できて、ヨーロッパの方のね、いろいろ経験させてもらえるから、だからその経験をして、まずどんなものか見るかっていうのであれば、そういう短期キャンプっていうのはすごく、プラスになるし。で、アカデミー入るんだったら、まあ、これはもう、正直言えば、単にプロっていうだけじゃなくて、プロがダメでも学校にっていう、この、まあ、保険をかけながら、入ってるようなとこだから。だから、まあ、当然勉強もできなきゃいけないんだけども、そこでやっぱりもしプロにこう変換していくんだったら、いかにその貪欲に、そこのコーチの方にもっとこうしたいんだ、ああしたいんだっていうことをこう、アタックしていって、自分の、なんていうかな、行きたい方向に、向くようにできる協力者っていうのを、その中にこう作っていく人があるんじゃないかな。でもそこで嫌われちゃダメだけど、もうあいつダメなんだ、みたいな。そういうのが必要なんだろうなと思ったのね。で、まあ、正直思ったのはもう一つね、これ厳しい言い方だけど、やっぱり、もう体力ない子ダメよ。正直言って。もう基礎能力が行くとこじゃないなって感じ。もう本当に、できて当たり前の子が行ってるから、だから、基礎能力がない子行っても多分ダメだろうなと思うのね。おそらく、まあ行った時点でお客さんの方に分けられて見られると思うんだよ。なので、そういう、なんていうのかな、基礎体力もない、運動能力もないんで、テニスも勝てないっていうような子が、多分行っても、まあ、丁重に扱ってくれるんだろうけど、まあまあ、それなりになんだろうな、っていう感じで。なので、まあ、ああいうところで行くんだったら、もう本当にもうね、ある程度こう、実力がある子たちが集まってやってるところだから、その辺から言ったらちょっと厳しい言い方は身の丈に合ったところを選んだ方がいいんじゃないのかな。だから、こう、一発逆転を狙ってる、では多分厳しいと思うのね。で、まあ、入れたとしても、おそらく、お客さんにされてると思うんだけど、ただそこでね、自分がそれに甘んじるんじゃなくて、いかにこう自分が本気なんだっていうことを、アピールして、で、もうコンペですからね、戦いですからね、その中の戦いに勝っていって、自分に注目を集めていって、で、先生の方と話して、もっと、いい方法はないのかって、こう、どんどんアピールして、周りをこう、使っていくっていうかね、そういう発想でないと多分厳しいんだろうなと思うね。で、これは、日本のテニススクールでも同じだと思うのね。やっぱりこう、入って、よくあるじゃない？いろんなとこ移籍して、トントン移籍するのはいいんだけど、そこに入っては強くしてもらえるって思ってるとこね。じゃなくて、そこで、貪欲に自分が、コーチの方にどんどんアタックしていって、で、もっとこうなんだ、ああなんだって、自分はこうしたいんだっていうことを要望、言っていって、で、なんていうか、周りをこう動かしていかないとね、だから厳しいんだろうなとは思うのね。入ってさ、何を一体教えてくれるの？みたいな、僕に何を一体教えてくれるんだい？みたいな感じで言ったところで、何も教えてくれないから、結局は過ごしてくれないんだよって、またやめて違うとこ行くんだよね。なんかそんなところが非常にこう多いと思うのね。なので、なんていうかな、もうちょっとこう、周りをこう使っていくっていうね、発想を持たないと多分厳しいだろうなっていうふうにはこう思いますよね。それと、もう一つね、ちょっとまたこれまた厳しいことなんだけど、なんていうかな、普及、テニスの中では普及と強化ってあるでしょ。で、普及のところっていうのはすごく丁重に、扱ってくれるし、気持ちが弱い子でも守ってくれるのね。で、強化ってなってくると、もうコンペだから、もう落とし合いになってくると思っておいて。なので、
ある厳しいクラブだったら、それはクラブによりますよ。厳しいとこだったらば、もう、コーチに聞いてこない子はもうほっとくっていうふうにもう決めてるとこがあるみたいね。なので、待ってたらいつまで経っても自分は教えてくってもらえないのね。で、そういう子はもう自然に辞めていくのね。で、そこでもふるいをかけているっていうね。だから、教科のとこでふるいかけるとこだから、いちいちなんかこう、きついこと言われて傷つきましたみたいなんだったら、多分それで、はい、もう君は終わりっていう感じで、なっていくのは教科でしょ。なので、守ってくれるとは思わない方がいいと思うね、教科のところはね。で、ちなみに、これテニス協会の方のね、なんかこう、まあ、その協会の、昔の話は聞いてくださいね。こう、誰かともちょっと特殊されても困るから、まあ、関西協会の方の、その選抜的な、なんかこういう、練習があったのね。で、そこでも担当がね、みんなにこう話してくれたのね。どんな話してくれたら、テニスの神様っていうことを話をしてくれたのね。で、どんな話かって言ったら、ガシャ当たりはスイートスポットの位置感覚がずれてるだけ。重さで確認、トンカチラケット。瞬時に当たります。詳しくは概要欄で。テニスのね、あの世界には神様がいるんだ。で、みんながこう競争していって、で、頑張ってるんだけど、ある日神様が後ろにかけてね、その子の肩を叩くんだって。ポンってね。で、神様はね、耳元でそっとささやくんだす。ささやくんですって。ここで君は終わりだよって。で、また一人抜けて、二人抜けて。で、最後にこう、残ったトップが、また別のね、上の、世界へ行くのね、こうね。で、その上の世界にまたたくさんいるのね。で、それで一生懸命こう頑張ってると、またね、神様が来てね、その子のね、耳元でささやくんですって。ポンって肩叩いてね、ここで君は終わりだよって、こうね、また抜けていくんですって。で、またその世界に行くんですって、ね。こんな話をね、こうされてました。まあ、まとえてるなと思ってね。なので、もう、いちいち例えばそこで、きつい言葉で傷ついた、あれ、ああだ、こうだ、で、それで選ばれなかったからって言って、もうだって、その教科のもと上の方に行ったら、お金出してくれるからね。だって、JOC のああいうのとか、こう、選ばれて代表になったらね。だから、そういうとこに、そういうとこ目指していっていうのは世界でしょ。多分、テニス協会のそういう、この上の方っていうのは。だから、結局、その先生の中で落とされていかなきゃいけないんだよ。だから、ここ、あそこまで、ね、ああいう世界っていうのは、落とされるとこ、間引かれるとこだから。だから、育成っていうのは育ててくれるとこだけど、教科は落とされるとこなのね。だから、育成教科っていうので分けて考えないと。だから自分は、トップで頑張ってきたんだ。で、そういう、教科のとこ行った。で、厳しいこと言われた。ね、で、そこで落とされた。で、それは、だって、あそこ、間引くとこだもん。だからそれは、だからそういう世界があるっていうのはね、覚えておいてもらった方がいいと思いますよ。育ててくれると思ったら大間違い。自分がそこで勝ち上がっていかなきゃいけないのが教科という部分だからね。そういう意味でこのテニスの神様の話っていうのは面白いなと思ったので、そういう、実際そういう話 してますから、してる人いますからね、実際。でもそれそういう世界なんですよ。だから、まあ、海外のアカデミーも、まあ、ある程度、もう上のくらところに、ああいうところに行って、まあ、試験のあるところってはそんなもんなのかなっていうね。だって、吐くほどよお客さん集まってくれるところでしょ。だから、そこで勝ち上がらなきゃいけないんだから、それは仕方がないじゃん。ね。なので、うちもそうですよ。テニス部じゃないからね。だから、中でこう、まびくとかそういうことしてるわけじゃないけど、結構だから、きついこと言うかもわかんないけども、それでダメだったらダメなのかもわかんないですよ。でも正直言って、ね。で、あそこ行ったらちょっと傷ついたとかでね。まあ、それで一途気づくんだったら、多分、教科に来る必要ないと思うのね。もうそれはもう、それでちょっときつい言い方だけど、もう育成で頑張ればいいと思うんだよね。で、心ができたら来ればいいじゃんっていう風な感じになると思うから。まあ、私は楽しくやると思いますよ。でもやっぱり、時と場合によってはちょっと、厳しいこと言わなきゃいけないなということもあるので、まあ、それで、ね、やっぱり、こう、いろんな国の考え方があるかもわかんないけど、育成と教科はまた違うんだよっていうね。だから、まあ、海外アカデミーもそうですよね。まあ、本当に厳しいところでそこでダメだったら、ね、本当にもう失敗した子いっぱいいるから、コンペだからね。そこはもう事実なのかなというふうな感じはしましたですね。ということで、海外アカデミーに行かれる方、決してマイナスではありません。プラスで学ぶこといっぱいあります。ただ、やっぱりそこで自分は、で、叩かなきゃいけないですね。何してくれるの？僕に何を教えてくれるんだい？みたいな感じで言ったんだ、であれば、多分失敗するよ。でもこれはテニスクールの同じかな。だから、そこで、テニスクール入るにしても、育成なのかな、それとも教科なのかなって、そこをちょっと考えて、教科はちょっと、ふるいにかけられたことだと思うから、ほとんどね、もう試験もあるし、落とされていくでしょ。だから、その辺はね、ちょっと考えてもらった方がいいのかもわかんないですよね。それでした。頑張ってください。